こんにちは。日本学術書道会の田村希蘭です。今日も主婦の友社出版の前後便利帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、別にこれ一見婚です。出典は小要録です。見婚とは天地、世界のこと、従って別にこれ一見婚とは、今生きている世界の他にもう一つ別の世界、天地があるということです。それでは今から別にこれ一見婚を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。